元気だね。当然。でも巫女様、私とシーヤを一緒くたにしないでほしいな。双子って言っても私の方がお姉ちゃんだし、どんくさいシーヤとは全然違うんだから。ミーヤちゃんってば。相変わらずみたいだね。ねえ巫女様、そんなことより一緒に遊ぼうよ。あのね、私今理力の稽古をしてるんだよ。すっごく上達したんだから。巫女様、できれば私にもご本を紹介してほしくて。あのこの前教えていただいた本、とっても面白かったです。それは良かったかな。でも二人ともごめんね、今日はあまり時間がなくて。いつも遊んでくれるのに。でもしょうがないよね。ただでさえおてんば巫女様なんだもん。これ以上サボったら怒られるよね。みーやちゃん、失礼だよ。でも当たりかな。今日サボったらオルガちゃんになんて言われるか。また今度時間を作ってくるから、その時はいっぱい遊ぼう。はーい、約束だよ。あの楽しみにしてます。これは巫女様。巫女様、まずはイレーネ女王陛下がお二人にご挨拶されるとのことです。奥にある謁見の間でお待ちいただけますでしょうか。
ありがとうございます。恐れ入る。宮中で小耳に挟んだのだが、新たな女王となる王太子は今まで名を伏せられていたらしいな。何でもゆえあって王宮の外でお育ちになったとのことだが、小さい頃に大病を患って生死の境をさまよったって噂もあるよ。そうなのか。うん、王族としてはかなり変わった経歴の人みたいだね。うん、お前に変わってるなどと言われるのは不本意だろうがな。ああ、ひどいな。王太子殿下、巫女様、最市長様、申し訳ありません。陛下より先にまず王太子殿下が直接お二人にお会いしたいそうです。え、なんと。失礼いたします。太子の巫女ダーナ様、最市長のオルガ様、よくぞいらっしゃいました。こちらこそ初めて御意を得ます。殿下におかれましては。で、あれ、お久しぶりですね。サライちゃん、なんと。どうしてサライちゃんがここに。あの、王太女様は。ダーナさん、私がその王太女、新たなエタニア女王となるサライです。本当に。ええ、改めて以後お見知りおきを。アドル、
おお、町が、こりゃ壮観だぜ。ええ、でも本当にアドルの夢に出てくる町なのでしょうか。ともかく行ってみるしかあるまい。確かに何かいるようです。古代史かもしれません。みんな気をつけなさい。
この古代種は。なんだ、何か特殊なやつなのか。かわいいです。お、ん、リコッタ、あの子捕まえる。えらい人気だな。確かに害はなさそうなやつらだが。なんて愛らしいのでしょう。こんな古代種は初めて見ます。これはリコッタちゃんでなくても連れて歩きたくなってしまいますね。同意だ。お、帰っていくみてえだな。この島へ来てここまで心が和んだのは初めてかもしれません。おちびちゃんはどこまで行っちまったんだ。先ほどあの古代種を追いかけてあちらの方へ。見当たらないようだな。おいおい、どこまで行っちまったんだ。アドル、すぐに連れ戻そうぜ。お宝発見だ。よく釣れそうな。
ったのか。いや、どんどん集まってる。なんて数だ。これじゃ拉致が開かねえぜ。アドル、一か八か突破するしか。お待ちなさい。来ました。こいつはまさか。ええ、この住処の主です。これは一体何が起きてやがる。アドル、今のうちです。この隙をついて逃げましょう。でもおかげで助かりましたね。まさしく弱肉強食の世界といったところか。ええ、ここはもう私たちの人間の世界ではありません。彼らの世界だと改めて認識し直す必要がありそうです。お、どうした、おちびちゃん。リコッタ、迷惑かけた。みんな、面目ない。リコッタちゃん、謝らないでください。私も迂闊でした。状況によっては、さらわれたのは私だったかもしれません。その通りだぜ。それに、この島に流れ着いた漂流者はみんな家族みたいなもんだろう。助け合うのが当然ってもんだ。家族？おうよ。さあ、なるべく早くここを立ち去るべきです。アドル、ここより先は細心の注意を払いつつ進みましょう。